スクラップ屋にギロチンがある理由。鉄くずはですね、製鋼所に持っていくときに釜に鉄くずを入れて、まあ、いろんなものを混ぜて、それをお湯みたいな形に溶かして、また新たな製品を作るんですけども、その釜に入れるために短くしないと釜に入らないです。例えばコップに長い氷のような氷だったら入らないので、それをカットしたらコップに入ることができる。そしてやかんでお湯を沸かすとお湯になる。そんな原理で短くすることが必要です。なのでスクラップ屋はギロチンで鉄くずを切ってます。